はい、お疲れ様です。あつみ先生の放送室。今回の動画では保育園でアゲハチョウの幼虫を飼育する方法、アオムシの飼い方ということをお伝えしていこうと思います。子供たちにとって蝶々ってとても身近な生き物で、すごく大好きな生き物かと思います。このアオムシの飼育ってのは、蝶々がどんな風に生まれて、どんな風に育って、姿を変えて蝶々になっていくのかっていうのが分かる面白い実験になるんですよ。この動画を見ればあなたも保育園で子供たちとアゲハチョウを一緒に飼育することができるようになります。興味のある先生方、参考にしていただければと思います。それでは最初に蝶やガの幼虫の飼育環境について考えていきましょう。蝶の幼虫、まあ、ガの幼虫もなんですけども、いわゆる蝶の幼虫っていうのはアオムシとかケムシと呼ばれています。基本的に彼らは草食です。草食っていうのは、つまり食草、草を食べるってことですね。まあ、草っていうか葉っぱなんですけど、つまりアオムシの飼育環境っていうのは、餌となる葉っぱを切らさずに入れておくっていうメンテナンスの維持が必要になります。基本的に葉っぱって劣化が早いです。やっぱり無事蝶々まで飼育しようと思うと、餌となる葉っぱの鮮度ってのは大事で、これを維持してあげる必要があります。これを抑えた上で管理しやすい環境っていうのを構築してあげてください。ちなみに私がおすすめしているのはオアシスっていう、まあ、商品名なんですけど、これはオアシスっていう生け花用の吸水スポンジを使った飼育っていうのをおすすめします。ちょっとこれ写真分かりにくいんですけど、オアシスっていうのはいわゆるすごい吸水性の高いスポンジみたいなもので、中に水分を維持することができる、なんか特殊な生け花用のスポンジなんですけども、これちょっとダイソーかセリエかどっちで買ってきたのか忘れたんですけども、開けたらこんな感じになっています。園芸コーナーなんかを探せば売っております。で、まあ開封するとこんな風にブロック状になっているんですけど、これ好きな大きさにカットして使うことができます。まあ使う分をこんな風にカットしまして、しばらく水につけておきましょう。するとこのスポンジが水を吸収してくれるんですよ。でこれがしばらく持ちますので、もうここに枝や葉っぱなんかを直に刺していったら OK です。ちなみに私は葉っぱ1枚ずつ刺す派ですね。無駄なく使えるので。そしてオアシスに葉っぱをつけたものを飼育ケースの中に入れて完成という形になっております。葉っぱ全部食べきっちゃったら、もうこれスポンジごと捨てて OK です。基本的にこのスポンジってのは使い捨てですので、こう何度も繰り返しっていうのはできないので、あ、乾燥してきたなと感じたらもう捨てて OK です。もちろんスポンジを使わない方法もあります。例えばこんな風に水の入った容器を入れて、そこに枝を刺すといった形で使うこともできます。ただこれの欠点としては、結構大きめの飼育ケースが必要っていうことですね。あと下手したらアオムシが水没しちゃうっていうこともあるので、私個人的には吸水スポンジを使った管理が楽かなと考えております。それじゃあ次に行きますね。サナギから羽化するときについての話をしていきたいと思います。今回ちょっとアゲハチョウ、ナミアゲハを前提で話してるんですけども、蝶とかガの種類によってこうサナギの形態とか形とかね、あの羽化方法って変わってくるんですけども、基本的に羽化する場合ってのは、サナギから出てきてから羽を広げるスペースってのが必要になってきます。このある程度の広さがないと、羽を乾燥させてる途中になんかぶつかったり接触したりしてしまって、羽を広げきれないってことがあるんですよ。こう羽化不全になってしまうみたいな。もうそうなったら、もう蝶々にとっては羽が広がらないイコール飛べないので死亡確定っていう感じなんですよ。まあそれってせっかく飼育してきたね、ものすごいかわいそうじゃないですか。だからそれを防ぐために、アオムシがサナギになった場合はなるべくね、こうスペースを確保してあげるっていうような配慮は必要になるかと思います。そしてサナギ関係でもう一つ、アゲハチョウのサナギって緑色のものと茶色のもの2種類あります。でこれよく知らない人が見ちゃうと、緑色のやつは生きてるけど茶色のやつは死んでるんじゃねみたいな話をよくしているんですけども、これどちらも正常で、どちらも生きています。なんかサナギになる環境で変わるようです。例えば温度だったり湿度だったり、あと明るい場所かとか暗い場所かみたいな、まあ、いろんな環境の要因で分岐されるらしく、色が変わるんですけど、結構あのその条件っていうのはまだ謎に包まれていて、あの不明です。あと他にもサナギについての疑問とかわからないことってのはあるかと思うんですけども、例えばサナギが取れてしまった時の対処法とかですね、まあいろんな事情があるんですけども、サナギがこうポロッと取れてしまうようなことがあったりするんですよ。まあそういう時も対処は可能です。ただまあこれ話し出すとね、すごい長くなってしまうので、詳しく知りたい方はブログの方もっと詳しく書いておりますのでご参考ください。こう困った場所でサナギになられた時のサナギの外し方とかなんかも説明しております。それともう一点ございます。ですね、サナギ、あのこのアゲハチョウの幼虫を飼育する時期によっては、
サナギが冬眠することがあります。蝶々って基本的にあったかい時期に活動するので、飼育するのもその期間になると思うんですけども、秋頃に捕まえてきたアゲハチョウの幼虫って、まあ、その秋のうちに蝶々になる子もいるんですけど、中には冬眠する子もいます。来年の春になったら、あったかくなったら出てくるので、この死んでないので、子供たちと一緒にこの観察継続してもらえればと思います。もちろんね、この冬眠したも死んじゃう子ってのもいるんですけどね、自然界でこのナミアゲハ、アゲハチョウが卵からかえって無事成虫になって蝶々になれる確率って、こう50分の1とか100分の1みたいな、結構確率が低いみたいで、だから飼育して蝶々になるってとてもとてもすごいことなんですよね。それでは次に参りましょう。アゲハチョウの幼虫の採取方法をお伝えしていこうと思います。アゲハチョウの幼虫ってこんな姿をしています。こんなだったり、こんなだったり、こんなだったり。で、アゲハチョウの幼虫を見つけたら直に触ったりすることはしてはいけません。こう幼虫を見つけたら、こう葉っぱごと、もしくは枝ごと切り取って持ち帰りましょう。これもし手でつまんじゃったりすると、アゲハチョウの幼虫ってとても柔らかくてデリケートなんですね。子供たちってやっぱり力の調整が難しいんですよ。だからこの仮につまんだりしてしまうと、こう潰してしまうっていうのが、まあ、あるあるなんで、そうでなくてもあんまり触るの良くないんですよ、アオムシ。だから基本的には触らず枝ごと持ち帰るってのが基本になります。で、無事採取できたらオアシスなどを使って環境を構築してあげてください。ちなみにアオムシって大きくなるとすごいたくさん葉っぱ食べてたくさんうんちするので、掃除はこまめにしてあげてくださいね。あの、放置しすぎちゃうと逆にこう掃除するのが億劫になってめんどくさいなってなっちゃうので、毎日糞だけは掃除するとか、こまめにちょこちょこやっていった方がいいかと思います。そしてこれすごい大切なポイントなんですけども、飼育ケースが大きいからといってアゲハチョウの幼虫をたくさん入れないということです。やっぱ初めての飼育だと張り切っちゃって、すごい10匹とかそれよりいっぱいとかたくさん飼育しちゃうことがあるんですね。でも個人的には 2,3 匹を限度とした方が飼いやすいかと思います。なぜなら管理がむちゃくちゃ大変になるからです。掃除も大変、葉っぱを入れるのも大変、ものすごいたくさん食べますからね。例えばどれぐらい食べるかっていうと、はい、すいません、ちょっと画面を変えたんですけども、これ図鑑なんですけども、ですね、ここに参考資料がありまして、アオムシっていうのは成長に段階がありまして、卵から生まれてすぐは一齢という姿になります。で、しばらくすると二齢になって、それからまたしばらくすると三齢になります。で、それからしばらくすると四齢になって五齢になっていくっていうような、なんかポケモンじゃないんですけど、進化していくんですよね。で、最初こう生まれたばっかりの時は葉っぱ 0.1 枚分しか食べません。でも葉っぱ 0.1 枚分食べたら、次は進化して二齢という姿になります。で、二齢になったら次はだいたい 1.1 枚ぐらいで、そこから 1.1 枚食べたら次は3齢になって、ここでは5枚ぐらいで、4齢になったら15枚で、5齢になったらなんと41.5枚、まあ、これぐらいいっぱい食べるということです。で、何がっていうと、このここに注目してほしいんですけど、これ1日に食べる葉の数なんですよ。1日でこんだけ食べるんですよ。で、世話するとき、例えば五齢幼虫を3匹飼いますってなったら、何枚葉っぱ入れるんだって話になりませんか。まあ、これがあんまり飼わない方がいいっていう理由で、つまりそういうことですね。はい、というわけで、あんまりたくさんの数を飼育したいとは思わなくなったのではないかなと思います。ちなみにさっきの資料なんですけども、多分あの資料ナミアゲハの幼虫の資料ではないので、全てのアオムシがあの枚数を1日に食べるというわけではありません。なんか私が今まで育ててきた体感ですと、まあ、あそこまで食べることはないとは思うんですけど、それでもめちゃくちゃすごい勢いで食べはします。本当にびっくりするぐらい食欲があります。やっぱりね、そんだけ食べるといっぱいうんちもするんですよ。だからもう掃除とかも加速度的に大変になっていきます。あまりメンテナンス大変になってくると、本来の観察という目的がこうやりづらくなってしまうので、やっぱりじっくり観察したい場合には少数の飼育をおすすめいたします。そんでもって、アゲハチョウが見られる期間、アゲハチョウって基本的に暖かい時期に活動しております。時期的にはだいたい3月から10月頃に見ることができます。だから飼育するならこの期間、この間のいずれかの期間になるかと思います。そしてよく観察すればわかるかと思うんですけども、アゲハチョウにもこう春に蝶々になることを
夏に蝶々になる子と秋になる子、こうタイプがあって、こう色の濃さとか薄さであったり、羽のね、あと大きかったり小さかったり、季節によって変わったりします。基本的に暖かくて植物がよく成長する時期っていうのは蝶々も大きくなりますね。で、待って、アゲハチョウの餌、だいたい園庭にみかんとか金柑、レモンみたいな、柚子とか山椒みたいな、だいたい柑橘系の木があればほぼアゲハチョウは来てるかと思います。はい、それでさっきも触れたんですけども、アゲハチョウにも成長段階というものがあります。例えばこれ、卵、アゲハチョウの卵なんですけども、卵は直径1ミリ程度、だいたい黄色っぽいパールみたいな、そんな色をしています。で、これ生まれる直前になると、だんだんこの卵が黒くなってきます。だから黒い卵があったら、もうすぐ生まれるんだなと思っていただいて OK かと思います。で、これが孵化直後の様子の写真なんですけど、アオムシ生まれてすぐ、まず自分が生まれてきた卵の殻を食べます。これ卵の殻をむしゃむしゃ食べてるところなんですけど、結構可愛いですよ。で、生まれた直後って真っ黒ではないんですよ。で、これしばらくしたらこんな風に真っ黒の姿になります。これが幼虫の一例ですね。だいたいこれ 2,3 ミリぐらい、そしてそれがしばらくしたら脱皮をして幼虫二例になります。で、これ体にね、白い線が見えてくると思うんですけど、はっきりこんな感じですね。で、こいつもしばらく葉っぱを食べたら幼虫三例になります。実はこの模様、鳥の糞に擬態しているんですね。そして幼虫四例、この幼虫四例っていうのは、この五例の緑になる一歩手前の段階です。ここからすごい食欲がどんどん増してきて、なかなか飼育が大変になってきます。そして幼虫の五例、これ今まで黒い体でなんか気持ち悪いなって思うかもしれないんですけども、この五例になるとすごい鮮やかな綺麗な緑で、体もサラサラスベスベしていて、とっても撫でるととっても気持ちいいんですけど、あんまり触らない方がいいんですけどね。これ幼児クラスで、年中とか年長とかになってくると優しく扱うことができるので、手に乗せてみたりね、優しく撫でてみたりっていうことができます。で、これちょっと言い忘れたんですけど、このアオムシって自分が危ない目にあったり、こう危険な目にあったりすると、威嚇のために角を出します、頭から。で、この角がめっちゃ臭いんですよ。すごいこう強烈な匂いで、こう手についたらしばらく落ちないぐらいの、鳥が嫌がる匂いっていうのを出すんですよ。鳥が嫌がるのかどうかはちょっと忘れたんですけど、まあとにかくこう天敵が嫌がる匂いを出して身を守ることをします。もう黒い頃から出ます。だからぜひアオムシの飼育の上で子供たちに体験してほしい一つのイベントとして、このアオムシを撫でようとしたら、こう臭い角が飛び出して、何これっていうのはすごい体験してほしいなって思っていますね。まあ、あんまり触ってしまうと弱ってしまうので、本当はあんまり触らない方がいいんですけどね。で、五霊幼虫になってたくさん葉っぱを食べて大きくなってくると、次はサナギになります。サナギになる準備として、こんな形になって自分で壁にくっついて、これはもうここでサナギになりますよっていう準備段階の姿なんですけども、ここから脱皮してサナギの形になっていきます。ちなみにサナギになる前の五霊幼虫っていうのは、こう普段アオムシってこう丸いコロコロのうんちをするんですよ、乾燥した。でもサナギになる直前に一回水分を含んだ下痢便をします。病気じゃなくて下痢便をするのが正常なんですけども、体の余計な水分を出した上でサナギになる準備をします。こうなので飼育ケースを見ていて、なんか水分の含んだ便が落ちているって気づいたら、それはもうサナギになりそうな個体がいるっていう、まあ、前兆になるんですね。目安にはなります。まあ、ちなみにこのめっちゃうろうろして壁中歩き回って、飼育ケースのね中をたくさん歩き回って、どこでサナギになるのか探しているので、すぐわかるとは思いますけども、こうどこがしっくりくるのか、すごい一生懸命探してて可愛いですよ。で、サナギになったらこんな形になります。ちょっとこれ茶色いタイプなんでわかりにくいんですけど、サナギの色っていうのは前述した通り緑と茶色、2種類あります。どちらも正常で、どちらも生きていますので、しばらく見守ってあげてくださいね。ちなみにですね、これもあんまり触らない方がいいんですけども、サナギ触るとピクピク動いたりします。で、まあ無事にサナギになったら、次は最初にも言ったと思うんですけども、羽を広げるスペースっていうのを確保してあげてください。でないと無事サナギから出てきても羽が広げられずに飛べない個体になってしまうっていうようなことがありますので、そこら辺は配慮してあげてくださいね。で、まあうまくいけば2週間ぐらいで蝶々になります。できればね、子供たちに第一発見者になってほしいんですけど、だいたい蝶々が羽化するのって早朝から朝方が多いんですよ。だから一番最初に保育室に来た先生が気づいてしまうっていうパターンが結構あるんですよね。なんとか子供たちに先に気づいてほしいんですけどね。
でもって蝶になったらもう基本的には逃がしてあげましょう。飼育することは不可能ではないんですけども、やっぱりちょっと難しいのと、蝶の寿命もまあ大体2週間か長くて1ヶ月ぐらいなんで、あまり飼育する意味がないんですよね。だから基本的には逃がしてあげてください。そして蝶も基本的には触りません。触らないっていうか、羽を掴むことはやめましょうってことですね。手に乗せてあげるっていうのは OK なんですけども、羽ってめちゃくちゃデリケートなんで、できれば触れずに逃がしてあげたいですね。やっぱりアオムシを飼育して蝶々になるまでを観察してみるっていうのは、やってみる価値はあると思うんですね。子供たちってみんな結構蝶々大好きじゃないですか。乳児クラスの子供たちでも結構馴染みのある虫で、好きな子は多いんですけども、でもどうやって蝶々になるのか、何から蝶々になるのかって結構知らない子多いんですよ。というか先生でも全然知らない人いますからね。やっぱり観察してみると、アオムシからこの姿を変えてサナギになって蝶々になるんだっていうのを実際に目で見て実感して感じられる機会になるっていうのは、今の時代すごく大切なことなのかなと私は思っております。まあ、虫が苦手な先生もいるんでね、こういう場合は無理に飼育しなくても子供たちと一緒に観察するだけでも OK です。園庭の木を一緒に見てアオムシ探すとかね、でどっから来たんだろうね、何になるんだろうねっていうような話をしてみるとか、もうそれで十分なんですよ。ということで今回の動画はこれでおしまいになります。他にも詳しいこととか余談などブログにコマゴマとしたことは書いてあるんですけども、詳しく知りたい先生はブログの方もご参考ください。とりあえず飼育を始めてみようっていう場合は、このオアシスだけスポンジだけ買ってきて、あとは保育園にある飼育ケースですぐ始められるかと思います。ぜひ子供たちと一緒に楽しんでみてくださいね。それでは今日の動画はこれでおしまいとなります。他にも先生たちに役立つ動画など配信してまいりますので、チャンネル登録などよろしくお願いいたします。最後まで見ていただきありがとうございました。また見に来てくださいね。